どうも、大西進学塾代表の新宮武虎です。ルシファーさんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。ルシファーさんは数学だけじゃなくて、英検もすごく強いじゃないですか。英語もすごく強いじゃないですか。はい、今度、英検一級受けてみようかなと思ってないんで。あ、そうなんですか。で、ぜひ、ルシファーさんにどう勉強したらいいのか相談したいなと、今日は思いまして、はい、ぜひ相談させていただければなと思うんですけど、ぶっちゃけどれぐらいの難易度ですか？結構私は苦戦しました。一時はそこまで苦戦しなかったと思うけど、二時がやっぱね、スピーキングなんで話したことなかったから、塾とか行ってなんとかしたんですけどね、まだ未だにそんな上手くないですけど、自分でペラペラ話せばそこ、まあそこそこでいいようになってきたんですけど、ただまあ本当に厳密な英語とか話さなくてもいいので。ちょっと僕今一時の相談しようと思ったんですけど、はい、二時の方が難しいからそこ注意しておけるって話ですね。はい、一時は二時の方が難しいです。一時はどれぐらいの難易度ですか？東大英語70点ぐらいと比べて英検1級の方はどっちが難しいですか？単語を覚えられる人は英検1級は優しいんですけど、単語を覚えられない人にとっては英検1級は難しい。なるほど。僕にとっては非常に難関な気がしますね。帰国子女だったらリスニングとか長文で取るってでもありますけどね。私の昔の知り合いの人で、単語がボロボロだったのに、リスニングと長文で取れたって人いましたから、ね。そういう受かり方もあるってことですね。まあ、一概には言えないってことですね。あ、そうですね。ちょっと、ブレあっていいんで、なんか、こう、視聴者に分かりやすい一言で言うと、まあ、大体これぐらいの難易度じゃないみたいなやつあります。ですか、ちょっと言い方難しいな。いや、めちゃめちゃブレてて構わないんで。東大よりはるかに語力が優れて、問題難しいんですけど、東大の要求する国語的な要素がないです。ああ、なるほど。国語力的な英検1級のは簡単だけど、ちょっと語彙が難しいっていうイメージです、ね。はい。まあ、ただまあ、英検1級は論理的な文章なんで、それが難しいっていう人は難しいかもしれない。なるほど。じゃあ、一面、なんか東大より簡単とか難しいとかは、ちょっと言い難いっていうところです、ね。まあ、だから大半にとっては英検1級は難しいと思います。ちょっと一回僕の現状で説明させていただきますと、長文の2は正直ちょっと1問変なミスしただけで、これは満点取れるかなっていう感じで、はい、3は7割ぐらいかな、これぐらいで。まあそれだったら単語覚えたらいけますよ、多分ですよ。単語やってください。単語1万5000ぐらい覚えたら、1万5000かな、私は1万5000以上覚えましたよ。正直後半の方でなんか話がちょっと入ってこなくなってきて、それでなんか前半はできたんですけど、後半が読めなかったとか分かんなかったっていうか、なんか話がもう入ってこなくて解けなかったかなって感じです。あ、事前知識重要ですね、基本的に。そうですよね。やっぱ知識必要です。あと結構僕の長文が割といいのは、ぶっちゃけ結構読めてないところあると思うんですけど、知識でそれを他の問題でちょっと押しちゃってるかなってイメージもありますね。なんか当時はね、私ね、長文そんなに強くなかったんですけど、なんか知識的に強い分野の長文が出たら取れたんで、そういうところで受かってたんで1位です。結構知ってるとなるとやっぱり有利だよって感じですよね。まあ、知ってた方がいいですよ、多分これ。大人が受ける資格試験ほど知識重視ですから、多分ですけど、知識入れといた方がいいですよ。あんまりロジックで解く問題じゃないから嘘ですけど。なるほど。あとなんかもう一つ選択肢的なこと、メタ的なこと言ってしまうと、はい、直接本文の表現使ってるやつは罰になりやすい。パラフレーズしてるやつが追加になりやすいので。まんまかなっていうところはないですよね、まあ、そもそも。まんまです。まんまはまず間違いです。ないですよ、ね。まあそれもリスニングでも言えますけど、まんまだったらまず間違いです。なんか言い換えられて、なんか表現言い換えてたのが正解です。これ、本文中に根拠どこかって書いておいた方がいいですね、これ。線引いて。なるほど。ちょっと僕がこう勢いでやりすぎってことですね。あとちょっと、時間計らずやったってところもあるんで、ちょっと二度読み三度読みしすぎたかなってところあります、ね。はい。リスニングは7割ぐらい取れましたね。私、リスニング悪いんですよね、リスニングが。1番難しかったですけど、2番は満点取れたな、みたいな感じで。あ、それはセクションごとに難易度差ありますよね。ありますよね。なんか、僕は1番が一番難しかったですね。なんか僕難しかったのは、まず一人、なんか多分ですけど、イギリスに住んでる黒人の女の人が喋ってるのかなっていうイントネーションがあって、それがすごい聞き取りづらかったですね。あと、リスニングで僕が一番悩んだのが、めっちゃ早くはないやつ、聞き取りもするんですけど、言葉が分かんない。意味が分かんない言葉が多かったですね。それも単語入れてください、とりあえず。熟語とかもありますんで、それも入れてください。
それでそもそもの僕の悩みとしては僕単語がすごく弱いんですよ。僕医学部受験の時に単語帳使ったことがないんですよ。あ、ちょっとやってください。ちょっと多分単語が覚えられたらいけますよ、そういうことですよ。その単語覚えたらいけるってのは分かるけど単語は覚えれないですよね。東大受験の時ですら秒セレクトしかやってないんで、はい、単語本当に苦手で受験の時も単語が覚えないって悩みで、僕がやったのはもうじゃあ諦めてもう量で制圧しようと思って異常な量の長文読んで覚えたってことです。だから受験ではあんまり単語困らなかったです。単語やるしかないですよ、これ。単語帳をやらずに単語入れる方法とかなんかありますかね。と思いますよ。私は知りませんね。ちょっとシスタンチェックしながら分かんないですけど、多分シスタンだと僕多分2割ぐらい分かんないと思うんですよ。はい、で、カスタン人級も、まあ、6割ぐらい多分分かんないだろうなと思うんですよ。はい、その場合は、なんかシスタンとかパスタンとかからやった方がいいですか。まあそうですね。うん、いきなり英検1級のやつやるよりも。はい。まあでも一回やってもいいと思いますよ、多分ですけど。まあまあそう、単語だから関係ないっちゃ関係ないって言われてれば、はい、まあ。単語の覚え方自体は、この間じっくり聞かせていただいたんで、はい、まあ、そこを聴取するって形ですかね。まあでもあれは結構僕真似できそうかなって気がしますけどね。はい、うん、まあやることしかないってことですね。ちょうども結構わかんない単語が多かったんですけど、多分これ単語だけの問題かなとか一瞬思ったんですけど、でもこれ単語わかっても、意外とこれ文法的にも割と難しい部分結構ありますよね。文法もやっといた方がいいですね。多分文法なんか分子構文とか出てきますんで、高知とかその辺り大学にしても出ますけど、あなたやっといた方がいいですよ。例えばこういうなんだろうな、ニュース記事みたいなやつとか、なんかタイムみたいな文章とか読み直した方がいいんですかね。まあそうですね、2番に関しては結構ロジックで取れると思うんですけど、3番の、うん、長文であの選択するタイプに関してはそれはちょっと知識選んだ方がいいと思います。あ、なるほど。2番はロジック、3番は知識です。また推測力だけ、単語がなかったせいで推測力だけは半端ないんで、2番はすごい解けるんですよね。2番に関してはポジティブにつながるかネガティブにつながるかってとこ考えておいた方がいいです。なるほど、なるほど。2番はなんか分かんなくても答えを選べるなって感じでした。はい。分かんなくても答えを選べるなら、多分普通の参考にならないと思います。それ、単語ちゃんと覚えたら結構近いところまで行くと思うんで、多分そっち単語やってくださいって感じ。気持ちが続かないですけど、コツあります？なんか。コツですか？なんかこの前言ったなんかランダムに見る方法でやってみたらどうですか？ああ、なるほど、気分で見てみたいなことですよね。はい、やってみたらどうですか。単語帳30冊ぐらい買ってる。僕の場合は塾経営してるんで、まああるんですけどね、はい、塾に単語帳それぐらい入ってもね、調査的にはマジかとか思うかもしれないけど、僕は環境的にはそれできちゃうんで、はい、とりあえずうまくいくいかないにしても、まあ2週間ぐらいはまずやってみるって感じですかね。はい、そうです。そうですね。とりあえず僕が研究取るためのためにはまず単語をとにかくやりましょう。はい、そうですね。はい、単語ですね。単語覚えたらいけます。じゃあ英作ってどうしました？英作はですね、パターン何個か覚えたんで、ただ最近きついですよね。多分ルシファーさんで自由英作ってどう対策されたんですか？自由英作の問題集があるんで、それの パターン覚えたらまた写経とかでもして覚えましたんで。あ、写経好きっすよね。あ、そうですね。はい、あの書き方のなんか型があるんで、それを先覚えてください。まあ型を先に覚えて写経、はい、あの、まあ、そこ自由に書いちゃい書かない方がいいと思います。なんかパターンがあるんで、なんか自由英作は自由じゃないことですね。自由じゃないです、はい、自由英作はまあでもそうですね、型覚えて写経していっていくってことですね。はい、そうです。学問集もあるし、あといろんなところから自由英作の英検1級のやつ出てますんで、ちょっと覚えておいてください。一番取りやすいのは単語と英作ですから。ルシアさん、なんでそんな暗記力強いんですか？私国試できないんですけどね。国試に関してはなんか覚えにくいですよ。覚えられるんですけど、なんかむちゃくちゃ効率の悪い暗記要求されてるみたいな、なんかちょっと分かんないですけど。やっぱ僕これ昨日解いたから本当思いましたけど、普通に頭難しい、難しいですよね。そういうこと当たりますよ。理算も受かってて英検1級も受かってるような方がどうして国試そんな苦労するのかなっていうのは先ほど思っちゃいましたけど、ね、ただの選択式なんですけど、なんかただ多分知識がないからかなと思うんですけど、それなんか覚え、今年になってからメディコってやつの高等試も全部ほとんど覚えたんで、うん、覚えそうするもんね、レシパーさん。なんとか覚えましたが、すっごい大変でした。もうめちゃくちゃもうなんか暗記しにくいんですよ。すっごい暗記しにくくて、形で覚えて意味後で入れるみたいなことですよね、レシパーさんは。はい、とりあえず音だけ覚えて意味後で分かっていくみたいなことですよね。はい、だから本当は正しいやり方ですよね、きっと。はい、そうです。それだと国試だと入ってきづらいってことです。まあ、僕ちょっと国試戦う立場でしたらいけなかったんで、仲裁してるんで。はい、あ、はい、単語とか覚えるのもともと好きなんですか？あ、そうですね。
こう単語帳嫌いからしたいんですけど、何があれ面白いんですか、覚えてて。覚えてる、何が面白いか、どんどん知識増え、なんか、英語面白いんですよ、英語が。なんか、私もともと数学やってたから、数学なんか、アルファベットの方が面白いんですよ、なんか。あ、数学で X とか Y とか使うから。まあそうですね、はい。なるほど、なるほど。とりあえず、やってみようってことですね。はい、そうですね。まあ、写経するのが大事なのかなと、リスニング。英作は写経してください。なんか、リスニングも、なんか、東大の知り合いのトリリンガーの友達にちょっと相談したら、なんか、一個一個聞きながら、こう、一個一個止めて、全部書いて聞き取れなかったところもう一回聞いてとか、結局写経なんだとか思ったんですけど。ああ、なるほど、そうですね。なるほどと思って、だから、諦めて写経するってことっすね。はい。英単語は写経しなくていいっすよね。まあそうですよ。なんか単語帳みたいなのがパルパル見る。別に、単語の形で言うときは、別に例文とか別に単語って意味だけで大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。ちょっとそれで頑張ってみたいと思います。はい。頑張ります。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも頑張りましょう。頑張りましょう。